はい、それではただいま行いますダースーパーフォーグラレッツ選手権第10戦の決勝終了後会見を行います。まずは3選手に拍手をお願いします。まずはキャプテンでの、優勝ということになりました、トムス小高和人選手です。非常に長いレースになりましたけども、今日の第10戦いかがだったでしょうか。そうですね、まずスタート2番手からというところで、スタートしっかり決めて、スタートでしか、トップに立てないと思っていたので、そこのスタートをうまく決めることができて、でそこから、多分何事もなく行ってても勝てたとは思うんですけど、レースが僕ちょっとよく後ろの状況分かってないんですけど、セーフティーカーが2回入って高畑が1回あってっていう、長いレースだったんですけど、後ろを見ても、自分がチャンピオン争いしている太田選手だったり、木村選手が、リタイアしていく中、まずトップから、セーフティーカーでスタート切れるというところで、危なげなく、なおかつ、最後ちょっ と,、ファーストストも絶対取りたいと思っていて、平選手が僕にいい刺激をくれてちょっと最後頑張れたかなと、思います。勝ててよかったです。予選終わった段階で、ダブルポールは逃して、このレースは2番手から、次の第11戦がポールからという中で、この第10戦勝てば第12戦もトップから出れるということは、やっとすると3連勝に近づくんじゃないかみたいなコメントしてたようですけども、まずはこのレースを、どういう形であれ、逆転で勝ってというところで、まずは予定通りですか。そうですね、予定通り、レース勝てて、まず本当に昨日の練習から自分本当に調子良くなくて、オートポリスみたいなレースになっちゃうのかなとも、考えてたし、絶対予選でしっかりもう一回前に来ないと、練習で言ったらずっと鈴鹿も富士もあんまり速くないんですけど、ちょっと悩んでるところもあって、しっかり予選に合わせ込めて、1セット目すごい良くて、2セット目がちょっと、コンディションが変わったところでうまく合わせられなくて、1つ、1戦目のポールは取れなかったんですけど、うまく2戦目取れて、で1レース目勝てて、2レース目3レース目トップからスタートできるんで、下のレースはしっかり勝って、すごい終えたいと思います。はい、おめでとうございました。すみません、本日2位という形で、非常に、アップダウンの激しいレースかなと思いますが、トムス、平響選手です。今日のレースを振り返ってください。はい、まずスタート、得意としているスタートで、ストールしてしまって、そのストールした原因も今からちょっと研究していかないといけないんですけど、一番は隣に並んでた野中選手がちょっとフライング気味に動いてしまったのにちょっと動揺してしまって、足がちょっと動いてしまったっていうのはあります。でそれでストールしたんです。ストールして、その後、再開近くまで落ちてしまったんですけど、その後、SC 入って赤旗になってというところで、本当に後ろ誰もいなくて最後尾だったんですけど、前の選手たち見ても上位勢がほとんど消えていくっていう状況だったので、もしかしたら追い上げれるかもしれないっていうところの期待っていうか、諦めてる気持ちはなかったです。でその結果、順調に、上げ、前の車を抜いていくことができて、で結果的に最後小高選手にも近づけるような場面もあったので、ペース的にも展開的にもすごいいいレースができたかなと思います。リスタートが何度もある中で、ちょっと離れた中から、前を詰めて抜きに行くというのではなくて、目の前に相手がいる状態からリスタートでよし行くぞという感じでね、平選手にとっては非常にいい展開だったのかなというふうにも思いますけど。そうですね、ラスト10周ぐらいの時に、SC がまた入るっていう情報を聞いて、前との平木選手とすごい差があったので、そこは本当にチャンスが来たなっていうところで、チャンスを逃がさず、SC 再開後、すぐ1コーナーに抜くことができてよかったです。これで、2番手でフィニッシュということで、明日の第12戦が今度はまたフロントローからのスタートということになりますけれども、明日に向けていかがでしょうか。はい、明日の第2レースは、4番手スタートなので、得意のスタートでまた表彰台目指して頑張っていきたいです。
で第3レースは、まあ、あの初のフロントローからのスタートなのかな、初の2番手スタートからなので得意のスタートであの小高先輩を抜いて優勝したいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、本日初表彰台となりましたヘルムモータースポーツ平木玲二選手です。今日の第10戦振り返ってください。はい、そうですね、ここのスポーツランド都合は非常に抜きにくいコースなので、まあ、序盤で上位勢、まあ、すごい無理なところで仕掛けに行くシーンなど、まあ、予想できたんで、まあ、スタートはちょっと落ち着いてスタートして、そしたら1コーナーで菅波選手と、まあ、古谷選手が接触があったんで、まあ、そこをうまく切り抜けられたのは、まあ、今日のレースで一番良かった判断かなと思います。まあ、その後のペースが、まあ、ちょっと上がらなくて、まあ、内容的にはすごい、まあ、苦しくて防戦一方のレースだったんですけど、まあ、この3位というのは、まあ、チームにとっても初めてですし、まあ、雰囲気としては、まあ、いい方向に迎えるきっかけになるんじゃないかなと思います。あの最後、まあ、古谷選手あるいは野中選手が、はい、猛追してくる中で非常に苦しい週ラスト10週ぐらいを過ごしたのかなと思いますけども、何を考えてましたか。まあ、そうですね、正直、最終コーナーからの、1コーナーまでの、まあ、スリップストリーム疲れてしまうともう完全に抜き切られてしまったので平選手とかに、まあ、そこをなんとか死守すれば、まあ、順位を守れるだろうなと思って、まあ、本当に古谷選手とは、まあ、すごい激しい争いにはなったんですけど、なんとかそこを守れて良かったと思います。まあ、ここまでちょっと、まあ、参戦初連動ということもあって爆戦する展開が多かったんですけども、これをきっかけにまた明日あと2レースありますけれども、はい、何かいいヒントあったでしょうか。そうですね、まあ、今まで、まあ、明日3番手グリッドからスタートできるので、まあ、上位勢と同じところで走れるので、まあ、そこの明確なペースの違いとかを、まあ、レースの中で吸収して、まあ、次の大会に生かしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。